いうのをここにこう集中して展示した場所なんですよ、うん、はい、うん、で一番面白いのはここに空海の雑対書ね、うん、直筆のやつが見つかったんですよ、うんうん、絵文字、ここに絵文字がある、これね、うん、これです、絵文字に空海、うん、この下のこの書いた字ね、うんうん、これを見てね、うん、その空海間違いないということが分かった、うん、この絵文字が、うん、なんか見えません、この絵文字から、この空海が書いた直筆、これね普通の筆では書けへんでしょ、書せればね、うんうん、どんな筆で書いたのか、竹とか笹のあれでなかったらこういうかすれた文字書けへん、うん、普通 の, あの後ろの尻尾とかね、そういったものやったらこの、うん、こういうかすれた文字書くことはできない、うんうん、でこれは文字なんですよ、でこれなんとかのごとし、これ聖のごとし、これ竜のごとしね、これ僧のごとしと漢文はこういうふうに読むんです、うんうんうん、その中に竹取物語の、うん、これは空海に書いた直筆だからここに隠し込んだんですよ、竹取物語は俺が作者やというのと私は思う。もうなんか鳥が入ってるんですよ、それは鳥あるでしょ、うん、鳥、うんうん、鳥出てくるでしょ、 竹と鳥だから、うん、鳥物語出てくるでしょ、あれです、ツバメ、ツバメ、うんうん、これ見たな、ツバメめっちゃ鳥いるんですけど、うんうんうん、ツバメに見えない、うん、うん、確かにツバメ見えるでしょ、うんうん、他にもっとあるんですよ、竹、ここに木がありますね、うん、これ多分竹をね、空海はね自分で筆を作ったんですよ、うん、だから竹で筆を作ったんやと思いますよ、ここに人がいますね、そういるでしょ、うん、中国の奉仕、一番偉い人ね、うんうんうん、で右側にふにゃふにゃふにゃっとなってるでしょ、うん、これ反物ですかね、反物じゃないの、反物、この漢字なんですよ、これこの漢字、何の漢字になるかって、これ長いことわからなかったんや、龍龍やん、龍、そう、龍なんです、あ、なるほど、龍になるでしょ、難しい龍ね、なります、うん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 、龍出てくるでしょ、うん、龍の首にある玉を持ってきてくださいと、うん、確かに、うん、ツバメおるでしょ、うん、います、います、何台に出てくる、玉、玉いる、これ玉、違う、玉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 、うん、あ、そう、火という字ね、はいはいはい、横長の、真ん中割れてるでしょ、うん、締め貝である、先ほどの、うんうん、宝貝、はい、ああなるほど、見えるでしょ、見えます見えます、誰が見たってそれ以外のものに見えないでしょ、うん、すごい、これから何を思い浮かべます、これとあれですよね、これはこれで空海の書類があって、うん、あれって気づいて、あれ竹取物語じゃないってなったってことでしょ、うん、これがね、私のその博物館を作った時にね、うんうんうん、参画していただいた方がね、うんうんうん、このこんなが小遊三見つかったよと、空海の直筆やと、なんかわからんだけどここ置いとこうと、はい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 、はい、雑対書っちゅうねこれね、空海雑対書直筆、うんうんうん、でここに竹取物語に関係した絵文字が6箇所あるよということが、そう、ここへ見学した人によって発見されたんや、私はわからなかったんや、これ館長さん、あれに見えませんか、あともう一個なかったっけ、これなんか見えない、貝ね、貝の下、これは違う、貝の下なんか見える、いや、それは見えて、それが誰かが探してほしいんですよ、ネズミかなと思って、ネズミは出てくる、ネズミっていうか、ヒネズミ、ヒネズミの皮ごろも、どれネズミ、貝の下、貝の下が、税の天子さん、税見えないか、そう、この税のこれ、この天、斜めの、そうそうそう、あれが何に見えるって、ひねずみ、ネズミに、ああなるほど、ひねずみの皮ごろもね、うん、ああネズミにも目鼻くじある、ないけど、うん、それらしき皮ごろもだから、あそれらしき足もあるね、うん、まあなるほど、うん、すごい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 、新しい発見、新しい発見やね、なんかこのここの上2つだけなんかちょん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 ってなってるじゃないですか、うん、あれもう真ん中ね、これなんか筆が違うわけや、うん、普通の筆ではこんな書かれへんやろ、ギャッ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 と、だから下の書いた筆と向こうの筆とはまた違うね、うん、竹やったらギャッ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 と教えた、あの押してギャッ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 てやってた愛に書けるでしょ、それ下は違うでしょ、うん、違う筆で書いてる、ね、これという、違うんだけど、だからこれ全部
竹で作った筆の可能性がないなんです、うん、え、これの竜、この竜を上は何て書いてあるんですか。これ、あ、これか。これ、これ、全部これ、これ。これ、正の如しと緩和して、これ、相の如しとこう読むわけ。これ、竜の如し。如しなんだ。で、これ、昆布だし空海がね、京都の北部のところで作ったんや、うん。今もこれ、火事ってなくなってるんです。貴重な女なんです、これ。じゃあ、如しに目はないよね。如し。なんで如しなんや。竹取物語のあれやでということをここで述べてたい。後悔や。そんなこと聞いたけどね。そのごとし。ごとし。女あへんに口でさ、ごとしって、うんうんうん。今日はそしたらあれやね。これはそうのこと。ひねずみが。だからこれによって、これによってね。もうあとなんだっけ。ひねずみ、竜、うん、竜像、宝石。宝石ね。貝。貝。貝はいるじゃん。貝。どっかにそれがあると思うんだよ。これ探してほしいな思ってね。ツバメはいるじゃん。ツバメいるよ。ツバメここにもツバメ。あともう一個なんか何の話だったっけ？ミホトケのハチ。ハチ。ミイシのハチやね。釈迦が持っていたミイシのハチ。まあそれどれでもそれに当たるかもしれないね。あのこれとこれごとしのね真ん中の向こう見たらね鉢のような雰囲気に見えるでしょ。私これのちょいちょいっていうの気になるんだな、うん、この丸この丸に横棒丸に横棒の部分のこっちの、うん、こっちはまだ違うなんか模様になってるね。あれ何に見えるかな。ああまずは変えとるでしょ。これの火がね意味があんねやねこれねやっぱりね。タコ入道みたいに見えるタコは出てこないしね。あれ鉢の中に、うん、あの小安貝が入ってる感じ。これ真ん中ですか。真ん中やろ。そりゃそうでしょ。小安貝、ま、真正面から見るのね。ミイシの鉢か。あ、ミイシの鉢が小安貝の丸がミイシの鉢かもしれないわね。鉢、うん、釈迦が持っていた。これ右側のあれはそうやね、なんか関係あるね、うん、わざわざこれこっち側宝貝にやってるんだからこっちは変えてるからね。他はだいたいよく似てるけど、うん、あ、そうか、そういう見方をするしたら面白いね、うん、そういう見方をするから、うん、みんなで話すと面白いですね。何かな、これ何が見えるかな。これこのこれという字だけは違うね。こっちと2つで似てるけどこれ右側のこれは違うね、うんうんうん、これなんか意味があるね。なるほど、そこまでまだ思い浮かばないんだけどね。いや、多分ね、その枝がそのあれなんでしょうね。うん、枝がこ多分これなんでしょう。枝がこれなんでしょう。下の。うん、枝とツバメ。ツバメは飛んでるね。ツバメが飛んでるね。こっちもこれツバメのように見え。これ左側見たらツバメ間違いないでしょ。じゃあ竜がこれなんだ。竜や。奉仕や。中国の一番偉い奉仕。右側のくにゃくにゃ見たら分かるわね。あとひねずみと、うん、あ、でもいるんじゃないですか。五でしょ、うん、え、五。帝は何でしたっけ。帝はここには登場して、うん、南大の品でなかったらあかんないね、これ。ああ、そっか。南大の品、竜とか、これ南大の品がここに散りばめて、もっと他のもの散りばめてるかもしれませんで、ね、この文字で。じゃあこれで揃ったんじゃないですか。南大。え、この真ん中のあれは何言われましたこれ。いや、ないんでしょ。だからそれがないから反物かなと思ったの。ああなるほど、うん、でも反物、うん、これもね、そう、皮衣も。ひねずみの皮衣って実際どんなものなんですか。いやいや、そんなわからない。燃えない皮衣や。ひねずみだからミンクとかそういうイメージ。まあそういうイメージ ね。ああそうか、それはこれ見えないかも、見えるかもしれへんね、ひねずみの皮衣もね。なるほど。それがネズミ自体か、うんうん、そうだと多分ネズミね。あ、ネズミに見ようもたら見えんことはないね、うん、ネズミの皮の。あともう一つなんやな、枝なんですよ。枝はこれだから枝、あの蓬莱の、うん、蓬莱の玉の枝、玉の枝、蓬莱の玉の枝、このあのこのなんちゅうの、このマス、木ね、木が蓬莱山にある竹はもう、うん、多分この蓬莱山にある木かもしれへんね。蓬莱の玉の枝のなっている。なるほど、絶対竹自体は象徴として、うん、もう
竹の筆を使ってることで、ね、多分これ砲台の玉の枝のなんかのあれやね、松のように見えるんだけど、多分そっちこれは松じゃないのよ、松じゃない、松によく似てるんだけど、うん、日本の松竹梅かなと思ったんだけど、うんうん、それも関連してるかもしれんけど、うん、蓬莱山にある木かもしれんね、蓬莱山にある木、まあ、そしたら木の横にツバメ来てるじゃないですか、うん、ツバメ来てる、でツバメがなんか木と象徴すると思ったら横に並べたのかもしれないし、うんうんうん、でなんでツバメ出したかわかる？分かんない。ツバメはね、卵を産んで子供が生まれるでしょ。だから飛び立つね。あ、飛び立ちます。飛び立ったツバメはね、うん、再び自分の育ったところに帰ってくるね。奇数本能があるのよ。確かに確かに確かに。うん。ツバメ。だからそれからいろんなものを想像するでしょ。ツバメ。そこからふるさとに戻ってきてまたそこに巣を作るね、うん、知ってね、と飛び立つ時にもう旋回するらしいよ、その場所は絶対覚えるように、うん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 、でまた戻ってくるね、うん、卵を産みに、うん、だからそれを知ってる人、それ考えるとこれ戻ってくる、だからトライ人が表すわけや、日本人が世界行って散らばった人たちがふるさとに帰ってきた、うんうんうん、それはツバメの習性があるわけや、うん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 、それをわざわざ神戸市空海知ってるから出してんね、竹取物語に、つば九郎というの、ここやすが、うんうん、ものすごくいろんなものがガーッとつながってんのよ、ただ単にそれを出してきたわけじゃないわけや、比喩っていうかそういう、うん、そこにねこの竹取物語のね、うん、なんていうかな、子供心というのがね、うん、面白いね、うんうん、絵解きの方法ができるというのが面白いね、うんうん、で小林空海には愛する人もいたってね、うん、結婚できなかったからね、うん、新言宗、お寺さんは真言宗のね、うんうんうん、これいたんですよ、私は密教だから、うん、で子供もいたというね、へで空海亡くなった日に示し合わせて子供と一緒に受水したそうしたんですよ、ね、すごい話、その前に出てきたんや、分かってきたんや、あ、それもうかわいそうな話や、うん、まあ、かわいそうというのがまあそらね、やっぱそういう僧侶であったしね、で大神経教中国碑ってね、これね高野山のところにイギリスのゴルドさんがねこれを、うんうん、あの中国に来てたんですよ、秦、うんうん、国のね、うん、神国ですね、で この碑文をわざわざ作ってね、うんうん、数千枚でその高野山の奥の院にこれがこの本物のと同じものが送られてるんです、あるんです、あるんですよ、うん、これ発見したんだ、うんうんうん、今は誰も発見してなかったが分かったんだよ、うんうんうん、意味分からなかったよね、この漢文で書いてあるからね、うん、確かに、うん、でここの歴史が古いというのはね、ここまあ関連してくると、うん、真言密教の嵯峨天皇がいた嵯峨御所、うん、あの嵐山のね、うん、嵯峨御所にいた仏像のこの、はい、インドのこれがこの村のお寺にもあるわけ、高野市空海のお寺に深い関係があるんですよ、嵯峨天皇とね、うんうん、それをだから十一面千手観音像もあるしね、はい、千本の手がある、うん、日本で、うん、一番古い最古のね、うん、東照大寺もあるんだけど、東照大寺は金堂やから金堂より木造の形が古いって言ってるんですよ、学者の先生方は金堂の方が古いって言うわけや、木造は新しいって言うわけや、そんなことないやと逆や、うん、この世界最古のこれね、うん、11面すべて千本の手が十一の天本に目が書いてあるね、うん、修行の人たちを悪いことしちゃいかんぞということを表す、うんうん、この寿法寺の寺に、うんうん、豪山禅明王とかね、はい、これインドの、うん、ヒンズー教の神様が、うん、はい、ここにもここの村にもあるし、うんうん、嵯峨天皇の嵯峨御所にも同じものがある、うんうん、嵯峨御所と同じ物資で材木で作ったのがここのお寺と嵯峨御所にも同じものがあるということが分かったんですよ、だからここが非常に重要なその、まあ、拠点であったと、うんうんうん、いうことが分かってきて、であそこにも写真がまああるんですよね、千手観音、はいはい、の千手観音ので目が描いてあるね、千手観音、修行の人たちは悪いことするなよというように、はいはいはい、教え伝えるそういう観音さんでも、うんうん、これインドからやってきたヒンズー教とのつながりも深い、うんうん、あるでね、うん、高田市空海ね、うん、で奈良の武士がね、うん、この絵柄を描かはったんですよ、インドのヒンズー教のね、はいはい、で下にこう暴れる神を足で踏みつけとるでしょ、これも深い意味があるんですよ、これインド行くとこういう儀式するんですよね、ブワーッと火を回してね、うん、神をブワーッと叩いてね、うん、日本人は入れないんですけど、うん、
これヒンズー教の教えなんですけどね。それをここで贈呈しますって、これ大変だ、大変だよ。額も、額だけでもタコ少ないさ、これね、特殊な。これいただいたんです。いろんな武器も持ってるでしょ。お番号を踏みつけてるのかな。この物語がね、あるんだけど、もう一つは分からないんですよ。インドって結構ぶっ飛んでるんですよね。インドのヒンドゥー、インドはヒンドゥー教なんですよ。インドは仏教やと思うんですけど、仏教はね、ブッダガヤまで行かなかった、ねうんうん、あれは、ね、ずっとネパールの方行かなかった、ねうんうんうん、ルンビニね。お釈迦さんはそこの王様 の、うん、あの子孫やったんですよね。レバズ思想を見て、うん、自分はもうこんなとこ言ったらあかんということで、うん、インドをこう回ったと、うんうん、いうお釈迦さんの、まあ、お姿が、うんうんまあ、これも多いんですよ、この絵をね。これはエジプト、うんうん、チベットね、うん、チベットの抱きにして、うん、これ知らんでしょ、うんうん、抱きにし、抱き女性をこう抱いてる、うんうん、抱きにして、うん、ちょっとエッチな姿なんですけど、うんうん、でここがこうあのこう大見堂観音寺といってね、はい、普賢寺というところがあるんですよ、このすぐ近くにね。この、 あの、国宝の国宝第1号の十一面観音さんがこの村にもある、うん、日本最古の十一面観音、だからここは古いんですよ。ここは奈良とかね、うん、そんな九州とかそんなもんじゃもっと古いもの、もっと古いんですか。ここは歴史が古いんですよ。だから仙台区日本紀物の目の王朝のあった時代にここにあった。あ、はい、これみんな知らない、言うても誰も信じないんだけど、古いんですよ、ものすごく。自治王将が来てますからね、ここにね。で、あの祇園祭りがあるんですけど、はい、京都にね、八坂神社の、うんうんうん、ここは元祇園があるんですよ、この須知神社に、うんうんうん、その須知神社の、あの鳥、あの入り口の上の方にこんなね、あのシンボルを掲げるんですけどね、うんうんうん、それがかぐや姫の絵柄が書いてあったって分かった。あ、そうですか、うん、特殊な方式で見たらね、飛天の絵柄が書いてあったんですって。それ再現してますけどね、うん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 、だからその須知神社のペルシャからやってきた自治王将が作った、うんうんうん、その須知神社という五頭天皇の思想がこの山の上のにあったと。だ空海だけの話にね、もっと昔の人がねいたと。うーん、そうですね、この大神経経流行中国品の経経ですからね、うん、影の教え、そうか、経経、うん、これもここも古いんですよ、うんうんうん、小屋さんのね、うん、ヒンドゥー教にも関係するんですけど、中国の要するに秦の時代のところの長安にこのあるんですよ、うんうんうん、碑文ばっかり集めてるところが、うんうんうん、長安に行くとね、これが非常に重要なものがあるという。これなんかもこれね、ペルシャからやってきたね、大仏。これは何やったかな、この冠あるでしょ、はい、聖徳太子なんかこう頭にこう乗せてた冠の関係があるんですよ、ね、だからこれは向こうから作ったんじゃない、日本人が無事を作ったんだと思うんだけどね。これメキシタルでしょ、はいはいはい、これもね、古い古物商からね手に入れたの、こんなん見た目たないんですよ。この頭、おでこに目があるでしょ、うん、ありますあります、この目で、うんうんうん、俺とするなよと、うんうんうん、いうあれな目なんですよ、この光で、うんうん、これ誰かわかんないんだけど、聖徳太子が何だ、あら上の冠がね、これ特殊な冠らしいですよ、うん、調べてるんだけど、もう一つわからない、正倉院文書を見ればこういう冠が出てくるんですよ。だからこの像がね、偶然手に入った、うん、ある程度の位のある人なんでしょうね、うん、そう、こういうすごい人なんですよ、うん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 、だから奈良のかなり古い時代のこの像らしいよ、うんうん、調べてるんだけどね、もう一つわかんないんだ、うん、ここら辺がまあ甲府大師空海のね、うんうんうん、こう修行のね、うんうんうん、あれ、うんうん、入ってる、うん、いうことですね、うんうん、ここの辺の中は全部甲府大師空海に書いたね、うん、文字、中国の王羲之という一番有名なね、うん、あのなんていうの、書道家でもね、これだけのものをなかなか書いてない人が多いんですよ。こんな文字も書けましたからね、これね、
印判しかないようなものをこれ、うん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 、これ印判なのか神無し空海の直筆なんだけど、こういうのを作って彫って書いて押したのか、こんなかすれた文字でしょ、うんうんうん、これは印判ね、印判で作った独特の文字ですね、大和という字もね、うんうんうん、これもそうよ、これこのこんな文字もこれ直筆なんですよ、うんうんうん、これインドのこの漢字も書けた、うんうんうん、でここがね、これは人間早い日の御事といってね、天の岩船に乗ってね、うんうんうん、この降臨してきたと、うん、富というところ、うん、富とあるでしょ、うんうん、この間 2,3 年前にあの物の部の場所であった富を丸山古墳ってあったでしょ、うん、あの縦型の大きい鏡が見つかったでしょ、うんうんうん、でこう打竜拳2メーター3メーター何本の打竜拳で見つかったでしょ、うんうん、日本で、うん、世界でもそんな大きいの見つかってない、うんうん、それがこの富というところのね、うん、白庭山ここが物の部の、うん、物の部、はいはい、あの古事記日本書紀よりもっと古い物の部王朝、うん、私王朝というんですけど王朝がなかったというんだけど、物の部の長洲彦のね生駒山にあった、うん、この書いた文書なんですよ、これ高船というところに、うん、逃げ合いの御事が降臨して、うん、天の岩船のところに降臨して、うん、大和のところにですね長洲彦がまあここにたどり着いてると、うん、そこにその富というところにはね、うん、神武天皇がやってきて、うん、その戦ったんだけど、うん、お兄さんが、うん、あの弓矢に当たって、うん、亡くなったから、うんうん、和歌山を越えてその熊野の方からね奈良に入ってきたという、はい、神武天皇の統制あるでしょ、はい、その場所なんですここ、ね、ああなるほど、私だから私は熊野行ってないと見てるんですよ、うんうんうん、あらそういうふうにしたお兄さんが弓矢に当たって亡くなった、うん、だから一番末っ子の神武が位に、うん、神武天皇になって位についたというんだけども、うん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 、それはちょっとおかしいの違うかなと、うん、物語を加工してあるの違うかなと見るのが、うんうんうん、この文章を見ると分かる、うん、富の白庭に逃げ合いの御事がやってきたと、うんうんうん、ちゃんとこの文章があるんですよ、うん、そうですね、古い古文書が、うんうんうん、つつきのところにね、うん、だこれは疑問字やとみんながもうみんな言うわけです、うん、古事記日本書紀に載ってないから、うん、古事記日本書紀は京田辺にいた大隅にいた藤原不比等が書き直した、あ、はいはい、それ分かってるんですよ、そうで、ね、うん、この土神社ってあるでしょ、うんうんうん、火のこう開花天皇が大仁王寺の名前書いて、うん、山城の続きになってきて、うん、水仁天皇がどんどんこんとこう書いたでしょ、うんうん、彦いますのみこお古いんですよ、これもう、うん、粉は疑問じゃっちゅうね、うん、ね、うん、で学者のこの付近に研究してる人で粉はね、うん、そのもイチャのうちに書きよったんやと、うんうんうん、文章を作ったんやって言われて、うんうん、ちゃんとさ残ってるんでしょ、長洲の御事全部名前の、うん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 、こんなもん逃げ足の御事がどんどん岩船に乗ってやってきたと、うんうんうん、神話の話やと、これは、うんうん、こんなもん、うん、なかったことや、うんうん、土神社があるでしょ、土ですね、うんうん、今その御子がね、うん、やってきて、うん、という続きの、うんうんうん、三日月の御事がやってきてここにという、うん、これが土神社の古い歴史、うん、そこに、うん、その神無し空海が神宮寺を作ったんですね、神社に、五頭天皇の頭に、五頭天皇の像がどこかにあったんだけどね、どこ行ったかな、これ見なくて、うん、これ五頭天皇、あれです、五頭天皇、これがペルシャからやってきた実地王将が、まあ、作ったんですね、五頭天皇、牛の頭の天皇、うんうん、この向こうのやんだけどね、どこか他にもあったと思うんだ、なんで五頭天皇なんですか、牛の頭、五頭天皇というね、そういう人が来た、うん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 、それがその後あの自治王将が来て東大寺のお水取りで今有名なんだけど、うんうん、東大寺のお水取りなんかもまあ始まってきたと、うん、いうこととのつながりがあるんですね、ここら辺が古いんですよ、うん、こんな嘘やって言われてるんだけどね、うん、彦今すの御子、うんうん、山城の大筒月に彦今すのが来た、うん、この大筒月にね、うん、土性があって水仁天皇の頃にという子を書いたら、うんうん、こんなもんはね嘘や、うんうん、あるか昔からこうずっと伝わってるんですよ、これね、うん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 、長洲の彦も出てきますからね、うん、だから長洲の彦が載ってるのは古事記日本書紀には載ってない、うんうんうん、だから仙台くじ本義というのをご存知、仙台くじ本義というのは
かわかんないですよ。仙台旧字と書いて仙台九字本記の中に載ってる。それは疑問字やって言われてるわけ。聖徳太子が書いたとも言われてるんだけど、そんな嘘やと。で、聖徳太子はどこから来たんかご存知ですか？太子はどうなんでしょうね。京都北部説もあるわね。あの上田正明先生なんかはね、京都北部で聖徳太子で来てこっち。聖徳太子は向こうの、あのカザフスタン、カザフスタンじゃないわね、とカザフスタン、あるいはトルコのあたりに、トルコのあたりにいた、そういう聖徳太子がインド洋を回って、来たか、あるいはもうその、朝鮮半島を伝ってきたかね、それはわからないんだけど、そういうところから来てるみたいですね。だから聖徳太子はこの京大名のここに来たんですよ。ここに住んでた、飛鳥に住んでたんじゃないね。あ、そうなんですね。この辺に、ここに住んでた。だから聖徳太子の子供、山城のお江の王子って言うでしょ。あ、います。山城のお江の王子はね、山のね、背中の背と書いてあるんですよ。その聖徳太子の書いた直筆には、山の大って書いてある。山の大やったら、山城とは、山の大やから、山城です。山瀬のお江の王子とやってるわけ、奈良時代から見たこの山城は山の瀬と書いて山城と呼んだんですよ。奈良山の北やから、そういうふうに奈良時代は書いてたの、それより前の聖徳太子が来てた飛鳥のいた時代は山の時代の大って書いてた、ね、それで山城なんです、山大瀬じゃないんです。さっき書いてあったあれってことですね。そう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 、だから山の瀬というのはその後の学者が瀬に変えたんや、わざわざここにいたから、具合悪い、なんでですかね。山の台とか言ったらここは山城ですから、山の時代の台、その後は山のお城の城になったんですよ。前は山の台やった、山城、これでも山の台と書いたら書いてありません、それは古いんだよ。聖徳太子の直筆を見たら山の台になってんだよ。これ学者の先生が全部知らない、言ってるけど誰もそんなの信じない、隠された。山の瀬とすれば平城京から見た奈良山の向こうにここ山城があると、だから山の瀬と書いて山城と呼んで、瀬を城とは読めないでしょ、何歩読んでもおかしいでしょ、大やったら山城と読めるから、ここにいたんや、ここに像があるんですよ、聖徳太子の像がね。ここから馬でイカルガの宮に、イカルガの、あのイカルガの、あのそういうことか、イカルガの宮なんですか、そこは。イカルガ寺じゃないんですよ。イカルガの宮に行ってたんや、はいはいはい、イカルガの寺じゃないんだ、その後、寺にしたんや。仮想のあれはね、北に建物を建ってないの、ちょっと左に傾いてるの、なんで傾いてるのか、シュメールの方角に傾いてる。だが聖徳太子はそちらの方からインド洋来てやってきた。なるほど。それが一番の明るい構成なんですよ。我々学んだの北斗一星が明るいと見るでしょ、違うね、左に傾いた星が。何の星なんですか。まあそれだから、シリウス、やっぱりシリウス、そう、シリウスと言われてるね。シリウス B？ それは我々、学ばないのよ、そこの方が一番明るい構成だった、それを言うたら向こうからやってきた人分かるから、中東の方からやってきた人分かるから、で北斗七星が一番明るい構成だということに変えたわけや、あれは学ばされた、そうですね、面白い話でしょ、事実やと知らない、これ誰も知らない、あんまり普段言わないんだけど、あいつ頭おかしくなったって言われるからね、分かりますね。選ばないとこういう話はできない。普通の人は言わないよ。あの館長はもうとんでもないことばっかり言いよると、そばっかりって言われるからね。だからその辺の方に分かる人に対してだけ言ってるんですよ。そういう可能性も全然考えていかないとおかしいんですよ。そうそう、考えていかないと思います。あとね、この神戸市空海は、マンダラの世界ね、この間まで、奈良の国立の博物館の展示場で空海展やってましたわね、これマンダラのね、このマンダラね、これ
空海が作った曼荼羅なんですよ、金剛界と大蔵界のね。これは案外模様分かってるけどね、この間空海展やった時にこの曼荼羅の、本が出たんですよ、こんなに綺麗に出てないのは真っ暗なんよ。わかりました。曼荼羅って結構そういう感じですよね、うん、暗いところはもう模様もわからないのよ、うん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 、だから現在はその色になってしまってるわけや、色がもう、だけど模様がわからなかったらあかんでしょ、うん、もうちょっと明るく印刷すりゃいいのにね、うんうんうん、今残ってる色のままで再現してるわけやだから、うんうん、ほとんど見えないのよ、ここまでやらないとね、明るみにしないと、うんうん、かつての、うんうん、そうですね、うん、どういうか知らんけどそれに凝ってるんだな、現存してる色と同じ色を出さないかんと、うん、いうことでパンフレットを作ってるから模様に何が書いてあるのか分かんない、うん、金剛界大蔵界のね、うん、そこにいろんなもういろんな像が、小さな像がいっぱいモザイクで入ってるでしょ、うん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 、それが分からへんたら意味ないのよ ね、その曼荼羅を見てもね、うんうんうん、ただこの曼荼羅を解説する人はまあいないね、このお嬢さんぐらいや。また分からん、何本聞いても分からん。あ、本当ね、この人に聞いたらいいから、空海説の根拠になる三号四季っていう、あ、空海が書いた、聞いたことある、三つの教えのね、うん、指のなんとかあるでしょ、三号四季、うん、まあ、これをね、これ原文が残ってるんですよ、うん、まあ、それを詳しく読んだらね、うん、どういうことが書いてあるか分かるんだけど、うん、まあ、普通の我々のような凡人がそれを見聞きしてもね、うんうん、そんで終わりなんです。三つの教えが書いてある、強調文字が竹取物語と、ああ竹取物語の強調文字に入ってるのよね、うん、だから空海が書いたと、竹取物語がね、それと通じるんですけどね、でもそれを説明してるともう頭混乱して分からなくなるでしょ。三つの教えがあるんです、うん、竹取物語にその教えがあるわけ、空海の教えが入ってるわけ。あ、そういうことですね、うん、そうそうそう、だから宇宙からね、月からね、かぐや姫はなんで竹のところへ降りてくるんやと、うん、で竹から見つかったわけでしょ、うん、そんなもんありえないやろと、うんうん、言うんだけど、それを物語に空海が採用したというのは、うん、空海が最初に奈良の笠置神宮の近くのお寺に行った時に、うん、そういうお寺に絵柄があったんですよ、うんうん、空からこう降りてくる天女のような人たちが降りてくる絵柄を見て、皇太子空海はですね、うん、初めてこの宇宙人が空から降りてくるって知った、うん、それから猛勉強が始まったって言われてるんね、うん、だそれをこの竹取物語に空海は再現してるんですね。あ、そういうことですね。だからこの竹取物語は皇太子空海にも間違いない、うんうんうん、こういう絵柄もちゃんと残してる、うんうんうん、もう。ね、難題を、うんうん、将来の人に、うんうん、研究した人に分かるように、うんうん、隠してるわけ、うんうん、確かに、うん、だからすごい人物だと思いますよ、うん、こんな字も書いたしね、もう、うん、あの中国の王羲之というね、有名なね、うん、あの書道家がおるんですよ、うん、その王羲之が書いた書道のいろんなものを奈良に遣唐使で行った人たちによって、うん、そのなんていうの、あの伝えられてるんですよ。それを全部ね、もう空海は見てるんですよ、奈良の神社仏閣に行って、だから大義士が書いたそのものもどういうものであるかというのを全部頭の中に入ってて、うんうん、中国で遣唐使に行った時にですね、うんうん、その中国の人がびっくりしたわけ、なんで日本にいる人もその大義士のその書いたそのものを知ってたのか、うんうん、ということで中国の、あの長安に行った時にですね、向こうの皇帝からここに空海さん書いてください、あ、そうですか、でいろんな人たちに大義士の書いたそういうのをね書いてほしいとこの言ったんだけど、うんうん、そんな誰も書くことができなかった、うんうんうん、それ空海はそれを全部知ってたから書いた、この筆でグワーッと書いた、うんうんうん、周りにで、それと上に字は一つ点が足りませんね、なんでそんな点が足りない、見たら分かるよ、昔の書いた字やから、うん、点がなかったらあかんや、点があるかなんかで漢字にならないでしょ、うんうんうん、点だけ残しといて、また来るからどうですか、いや違う点がありませんよ、そうそうです、最後の一点をここで確認残してあるんです、ああ、そういうことですね、バーッと投げて、すげえかっこいいですね点を作って完成しました
それ書いたんですよ。嘘じゃないの。はい、それ載ってんのよ、それが。夢漠さんの小説に書かれてます。あ、そうですか。これは単語本に書いてあるんですけどね。まあ、真実だと思う。夢漠さんは現地行って全部調べはったからね。すごい人物でしょ。残したんです。そうです。中国にいるいろんな人たちが書いてくださいと皇帝が言うても、うんうん、書けないと。そんなの。うんうんうん、ちょっと空から分かりました。五筆和尚ってね、名前。五筆和尚知ってる？今回五筆和尚と言われた。5つの筆。そんな絵柄があるんですよ。はいはいはい、口に加えてる筆。手に持って、足にも筆を持って、こうやってこう書いたい。こう座って、バーッとそこに書いたいキャンパスに。だから五筆和尚、5つの筆を持って書く。ご筆総称って言われてんね、空海はね。嘘の本当か知りませんで、ね、いけるやろ。そう座ったままでキャンパスにして足で足と手と口で加えて5つのね、手足口で5つや、それでこう同時に書いたっちゅうね。まあ偉大な人ですよ。偉大だって高野山のあの場所もすごいし、うん、そう全部すごいですよ。あれもね、うん、白い犬と黒い犬に出会ってね、狩人に、うんうん、で案内してもらったと、うんうん、いうことがきっかけでね、うん、当時いらっしゃった天皇のね、うん、あれ誰だったかな、うん、大覚寺の嵯峨天皇、嵯峨天皇に許しを得て、そこを高野山のあれとしてもらった、うんうんうん、だからいくら偉くても日本のそんな土地はやね、自分で今のように金さえあったらね、どこでも中国人が買って帰れる、そんな時代はなかったわけですから、うん、許可がなかったらその広い土地をね、神聖な場所のね、そこを高野のあれとして嵯峨天皇から許しを得てもらった。当時もそうでしょ。当時も嵯峨天皇からもうさびれてて、もう誰も後継ぐ人がいなかった。当時を復興させたし、東大寺もそうみたいですよ。東大寺の館長にもなってたしね、今回は。偉大な人ですよ。竹取物語だけじゃないわけや。うんうんうん、そうですよ。それを竹取物語の中にいろんなものをその自分のね、あれを入れ込んで、帝も登場する。で、帝のね、話すの忘れたけど、帝がやってきてね、もう宮中へ連れて行こうとしたんだけど、うん、いや、私はもう行きませんと。うん、で、強引にね、こう連れて行こうとした、うん、宮中へ、宮中へ行くなんて言ったら今やもう大変なことでしょ、うんうんうん、今の天皇さんでもね、そうですね、もういくら金があって吸い込んでもいけないの、それを宮中へ連れて行こうとしたんだけど、かぐや姫は大きく言わなかった、うんうんうん、だからもう帝はね、竹取物語の中ですよ、帝はもう強引に連れて行こうと、うんうんうん、バッとしたらね、どのようになった、先ほど消えた、消えたやん、ボーッと消えたやん、SF 小説や、うん、ね、消えたやん、その後どないました、もう宮中へ連れて行きませんと、もう一目、かぐや姫の姿を見せてくださいと言ったんですって、うんうんうん、ならパッと現れた、かぐや姫消えてまた現れた、現れた、うん、そんなことまで書いたんですよ、この物語の中には。すごいでしょ、SF 小説、うん、すごい、それを知ってた、空海、うんすごいでしょこの物語、うん、何でもないのもんなんだけど、うんうん、確かに確かに、だからこういうことをあまり他の人に言わないね、私陽動の人でなかったら、うんうん、あの館長ちょっと頭がおかしな感じが言われるからね、めったにこの言葉は言わない、うんうん、年に1回ぐらいしか言わない、あ、そうですか、そういうもういろんなことを研究してね、そうです、あの人に言ったら、なるほどそこまでやったかと、うん、でもねそのことはね、うん、あの空海の三五四季の中のね、あの書かれてるんです、ちゃんと、うん、人間も悟ったらね、天と宇宙と行き来できる、まあそうね、見えないものが見えて、うん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 、そういう書いてあるんですよ、うんうんうん、でもその三五四季ね、私も読んだんだけどね、うん、あれはまた難しい、そのなんていうの、秦の始皇帝のね、あの邪馬台国のね、あれを読むのよりも難しい、それは、あ、そうですか、読んでみようかな、その三号修行なんとかして、それはもう真言密教のいろんなものとかね、空海のいろんなものを知っていないと出てこないのよ、うん、でそこにいろんな人物が登場するのよ、うんうん、その人物がどういう人であるのかと 4,5 人出てくるのかな、人物がね、
3人やったから、3つの宗教ね、3つの宗教か、仏教とそれから道教と儒教と、どれが優れてるかっていう論破してる小説なんだ。登場人物を出して最近道教にハマってて、そうやったらそれ読んだら面白い、そう、道教は面白いんですよ、その、あの三五式の中のその道教の中にね、弘法大師が書いてあるんです。だから絶対竹取物語の作者は間違いない。あ、なるほど。そんなから調べたら竹取物語のこの作者にも通じるものがいっぱいそこに網羅していたと。それからはかぐや姫はね、私は大日如来と思ってるんです。そういう捉え方なんですね。そうなってくるとね、かぐや姫はね、キリスト教、クリスチャンの聖書を全部したの。それともあの曼荼羅の真ん中も大日如来なんです、うん、そうですよ。それも結晶なんです、周りにあるの。大日如来はお釈迦様じゃないですか。まあそういうのと通じてくる。そういうのとね、世界の宗教ともつながってきてるんです、うん、でうちはちゃんとキリスト教ではないですけど、うん、聖書は読んでるので。ああ、そうなの。そしたらよくわかる。新約、旧約もそうですし、やっておられるの。うちは外伝もなるべく読むようにして。ああ、そうなの。ああ、そしたらよくわかるわ、その言葉は。私はね、どうもね、そのあのイスラエルのね、その辺までは通じるけど、うん、聖書の旧約聖書、新約聖書を読んでないから、もう一つその辺が分かんないんですよ。何回聞いても。あれをちゃんと読むと、そういう 一族の、なんか、なんていうの、エイブラハム家の一族の、そう、末裔の、みたいな、がユダヤ教で。ユダヤ教で。そうそうそう。それでユダヤが一番最初だということを見られてるわけですね。まあ、それは正解かもしれないけど、うん、イスラエルは日本から行った人たちが向こうへ行って、その国を作ったわけですからね、で日本の神輿とかそれから神社神道のあの形が向こう の、 あの祭殿地のかな、それと同じなんですよ。奥に本殿があって手前に入り口があると。だからキリストイスラエルまではいいんです。あ、イスラエルじゃないな、ユダヤ キリストまでは分かるんですけど、イスラエル、なんかイスラム？イスラム教があんまり分かんなくて。まあそれはね、あのゾロアスター教を調べるためなんですよ。ああ、そっか。中東のゾロアスター教はあの教義としては、だからね、あのその辺まではね、イスラエル行って調べてもまあ分かんないし、博物館もあるんだけど、もう砂漠化になってるから、そういうものほとんど見つからない状態になってるんですよ。でカーバ宮殿あるでしょ、はいはい、イスラムの、あの周りでわーっと回る、あるいは神戸市空海の真言密教は火を絶やさないように燃やし続ける、だ今比叡山の最澄でもそうだし、小屋さんでもそうだ、火を燃やし続けるというのがそういう、ゾロアスター教なんですよ。ああ、そうですか。ゾロアスターに通じるんだよ。で、うちの参画していただいてたゾロアスターに詳しい人がいらっしゃったんですけどね、まあその人にも、その人もそこへ向こう行って研究してるんだけど、それが根源なのかね、難しい、宗教の元やと言われてるね。そっからキリスト教、仏教、ヒンドゥー教、そういうふうに分かれていったっちゃうわけ。ただ実際に仏教よりも前にゾロアスタ教はありますよね。なる。で、そこですごい影響を受けてるんですよ。そうです。そうだから、ゾロアスタがかなり最古のね、教えの可能性もあるわけです。それ分からない。分かんない。そこから宗教が分かれていったっていう、キリスト教とかイスラム教とかね。ここの館長さんの、館長の説から言ったら、日本が元になってるじゃないですか。なってます、なってます。だから日本の神道と仏教と聖書の、あの根源、あの元がね、一つっていう真理が。それが天の教義に乗ってイスラエル行った。イスラエルは今やアメリカのね、統治してるところになるんだけど、あれは違う、日本の教えなんですよね。神道、そうですね。神仏の教えなんです。だから祭壇のゾラスター教とか、それ祭壇も日本のね、神社神道と同じ奥に本殿があるでしょ。手前に鳥居のようなものがあるでしょ。祭司はその間でやるでしょ。同じなんですよ、ゾラスター教の。ゾラスター教はちょっと違うんだ、ゾラスター教は火を燃やす、まさに弘法大師空海 の、 あの火を燃やすことによって煩悩を拭い去るとかいう。そうなんです。ちょっと仏教がちょっと違う、違う、違うくなるんじゃないですか。ドラスター教違うんですよ。だから、そうなんですよ、真言密教は燃やすんですよ。あ、そうですか。密教は、そうなんだ。比叡山の最澄もそうなんです。
今でもやってはるんですよね、小屋さんではね。イエス・キリストもね、うん、肉体じゃなくて、うん、真理であるって、うん、そうですね、三味一体ね、うん、そうそういうのと通じてるから、うんうんうん、だからゾロアスター教が、まあ、世界の最初のその神仏の教えと言うてる人もいるんだけど、あそこの辺りを作ったのは元太平洋におったムー大陸の人たちが向こうへ行って、そういうふうに私はなったと見てるんですよ。ただそういう人たちが、うんうん、牧畜とかやってたんだけど、全てもう保存して生み出すという日本のそういう精神を持ってなかったから、全部滅びてしまったわけ、食べ尽くして、でもう何もなくなったから、砂漠になったから日本へ帰ってきた。それが渡来民族、渡来民族。じゃあ元々同じ民族なんですね。同じ民族、世界。あ、そうかそうか。荒廃したから帰ってきたんや。だから砂漠になったんですよ。元は太平洋にいたそういう人たちの、日本本来の私はそうやないかなと。私はその一部が失われた十種族。そう、十種族、そうそう。十種族というのは向こうでできたんでしょ、イスラエル。そうですけども、イスラエルの中の十種族で、そう。そのうちの人、なんか。ガド族、ね。そうそう、ガド族。ミガド。ガド族というミカドというのが日本へ来てミカドになったんだというんだけど、まあそんな元から日本には天皇という人がおったわけやからね。日本が元だっていうことですよね。日本が元だ。それは旧約聖書、新約聖書に載ってあるからね。それで出雲と喧嘩して根本だからじゃないですか。戻ってきて、まあ出雲とどうのこうのってのはあれはもう別にどっちくないんでしょ。 その後の新しい時代の政治力争いでしょ。そうかそうか、うん、そうですよね。そういう見方しないと、いやそのもっと昔の文献がない、そうそうそう、少ない時代のってことですよね。それを見るとなると岩に書かれたね、古事記とかにもね、象形文字ね、そういう昔を案じるようなことがあちこちにやっぱりありますわ。あ、そうそう、意外と古事記も全部改変されてないんですよ、うん、意外と残ってるのも残ってるんですよ、日本書紀もね。そうなんですよ。だから古事記にもそういうことが書かれてるんだけどね。それより前に、仙台国本義というのがあるんです。これを勉強してる人はいない。あまりね、歴史のその流れを書いてるわけじゃないけど、名前がずらずらっと書いてるからなんか分かんないんだけど、その仙台国本義が今回見つかった椿、大塚古墳、生駒の円墳見つかったでしょ、数年前に。富を丸山古墳からすごいこんなね、ユーダー教と縦型の鏡がね見つかったでしょ。あれが古いですよ、仙台九条本儀、古事記日本書紀も古いもん。聖徳太子だが書いた、編纂したと言われてるね。だから聖徳太子にいたところと近くでしょ、富を丸山古墳。もうそんなもん数キロですよ、歩いてでも行ける距離に富を丸山古墳があったわけですから。だから寺じゃないのよね、聖徳太子、法隆寺となってるけど、イカルガの宮やった。あそこはイカルガの宮、聖徳太子がいた頃は、だから仏教がその後来たから寺になった。そう、寺になったんだけど、その前は宮でいた場所ってことですよね。そうなんです、その聖徳太子が本来いたのはこの京都の山城やったんです、ここから馬で通っていたと。そんなに距離的には遠くないんですか。そんなに遠くない。遠くないんだ、だからあの一般的には万葉集のね、生まれたところからね、筋交い道を通って法隆寺の、法隆寺じゃない、イカルガの宮に来たんや。法隆寺というのはその後寺になったんですけど、仮想の掘ったら北斗七星よりも左に傾いた、シュメールの位置に建物が建っていたというのが分かってるんですよ、はいはいはい、その後北に直したんだけど、寺じゃないんだよ。場所なんですね。だからそういう方面から聖徳太子来てるから、だからペルシャとか、地中海とか、それからトルコとか、あの辺りに聖徳太子はいたのではないかなと。でも日本人じゃない説ですもんね、もうね、日本人じゃないんじゃないかな、まあ、帰ってきたということですからね。あ、そうか、帰ってきてる、元は日本人、天の御教に乗って行った人たちが世界が荒廃したので全部取り尽くして、でも食べることなくなったので日本に戻ってきた。なるほど、なるほど。その奇数本能ね、
だからそれをこの竹取物語の中でも、うんうん、その五人の貴公子のつばくろの小安街で空海をここで描いとるわけね。だから五なんですね。おすごい話でしょ。確かに。そこまで空海知ってた。確かに。それを物語の中に入れ込んだ。確かに。方向もみんな違いますもんね。西行って。そう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 。だから空海がそこまで知ってたかどうかは知らないんだけど、うん、空海のお母さんはカザフスタンにいた原始キリスト教の信者であって、うん、で朝鮮半島から日本にやってきた、うん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 、その間に生まれた佐伯との間に生まれたのが皇太子空海ですから、うんうん、お母さんは知ってたわけやね。そうですね歴史を、うん、歴史をね、原始キリスト教を知ってたわけ、うんうん、本来のキリスト教じゃない、原始キリスト教を知ってたと、うん、それが大事ですね。原始キリスト教ってどんな感じですか。だから原始キリスト教の旧約聖書よりも古い、中国にあの流れていった経教、あ、経教ね、経教ね、あ、わかりました、わかりました。経教ってキリスト教ですもんね。そうです、そうそう、原始キリスト教、うん、中国ではね、大神寺になってるんです。大神寺が経教なんです。大神寺、大きい神の始皇帝の神、大神寺、大神寺、それが長安なんです。そうですか。長安、あ、はいはい、そこにさっき言ってた碑文があったんですよ。大神経教中国碑という碑文がね、うん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 、それをイギリスのゴールドさんの人が再現して高野山に贈ら、うんうん、贈呈されたんです、うんうんうん、それが長安だ。そこへ来たんですな。誰が持ってきたのかね、あれちょっとその辺が聞いてないんだけど、うんうん、ものすごいあれですよ、細かい字でいっぱい書いてある。その漢文を、ね、読めないんですよ、中国人は。うん、日本人でなかったら、勉強してないから。中国人は漢文読めない。漢文今の人読めない。あ、そうなんだ。昔の人読めたけど、だ中国もね、これはね私のまあ説なんだけど、あのここでそういうことを言ってたらね、あの彦根の米原に来てた中国人の、うん、中国の大学の先生の娘さんが来てたんですよ、うんうん、私はそういうことをこう YouTube で言ってたけど、うんうん、こう聞かった、うん、あなたの小泉さん言ってはることはね、うん、その通りですと、うん、中国の国は日本人からやってきて中国というものを作ったんですと、うんうん、今の大学、中国の大学先生はそのように教えておられますよと言ってきはった、うんうん、あ、そうですか。そうや、。もうそれでもう全部分かった。だからあなたの言うというのは正解ですと。我々は外からやってきた人たちによって、うん、その人たちの方が優秀やということを見せるために、うん、分かっててもそれを一切教えなかった、うん、教科書に書かなかった、うん、それが間違った歴史を我々が学んでいた、うん、ということに通じてきたんですよ、うんうんうん、だから日本人ってすごいやっぱり、うん、そうですね、すごい。どこまで分かった。あ、なるほどなるほど、うん、だいぶ時系列が分かってきました。そう、うん、だから分かったでしょ。分かりました。だからシュメールが最初と言われてたらもうちょっとぐらついてきたでしょ。高祖皇太子分のそのあたりが古いの違うかと、うん、新約聖書モーゼとイエスが生まれて向こう行ったわけですから、うんうん、ね、で、あのあれを持って、うん、モーゼが、うんうんうん、あれね、石板、基板、10回の書いた基板を持ってもらって書いたんでしょ、うんうんうん、でそれが中東のところでモーゼがこう持ってる絵柄がありますわな、うん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 、日本にもあんた右翼のお偉い方がそれを持ってる言うてね、いたからね、で坂上さんと一緒にねそのを見せてもらおうということで行ったんだけど、うんうん、持ってこられなかった、うんうん、偽のものを持ってはるんでしょ。ああ、そっか。それを持ってるっちゅうわけ、うん、そんなもの誰も持ってへんやん。どんな形のものも分かってないでしょ、うんうん、写真ではね、絵柄ではあるけどね、うんうんうん、これもモーゼがこう、そうですね、シナイ山のところで、うんうんうん、持って出してるのはありませんよ、シナイ山まで行きましたから、うんうん、玉口隊の、うんうん、あれは出エジプト期か、うんうん、それにあのモーゼもね、モーゼの墓をね、見た人は誰もいないって聖書に書いてるんですよ、うん、そう、確かに書いてるの、書いてます。あ、そう、さすがよう通じるな。そうあ、そうな、最初の方だからよくその辺はちゃんと読んだんですそうそうそう、で東からやってきた、東やってきたと書いてあるんでしょ、東旧約聖書に、歴史は聖書に、東からやってきたと書いてある。東は日本、東方から、うん、でも東方っていうのは出てたけど、だからヨーロッパから見て東方だから、うん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 、日本、日本からやってきた、そういうことなんですよ。けどほら、日本人なんて土地感が分かんないじゃないですか、あの方角が。そう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 、カナンの地とかなんとなく分かるけど、そう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 。そうそうそう。
イスラエル行かれた。行ってない。あ、それやったらイスラエル行かれたらいいや。ちょっとあれ大変だけど、ゲート4つぐらい、ゲート4つぐらい通っていかないとね。今はもう、まあ、どんちゃんやってるけど、もう今はちょっと静まってるからね。私も静まった頃に行ったんですよ。それまでは行けなかったから、もう。そうですね。一回は行ってみたいけどな、なかなかな。まあ、別にどういうことないけどね。まあ、そこまでしてはったら別に行っても行かなくてもどうでもいいんだけど、いろんなビデオを皆さんが撮ってるのを YouTube で流したりしてるから、それを見られたらね。いや、見たい。でも今日は来ていただいた方はもうすごいいろんな古代のね、歴史を精通した人で嬉しかったわ。私も研究してるんで、仮説を立てながら。福島からっておっしゃってましたね。はいはいはい。あの飯島町の奥さんが、奥さんは福島出身やったかな。そうです、そうです。八重さん、八重さん、そうですよね。同志社大学のね、新島城の奥さん。あのうちら生まれは会津です。会津、本当に、うん、あの白虎隊がいたところあったり。あ、そうなんですか。会津若松、八重さんじゃないの、飯島さんだから。飯島八重さん、八重さん。そうそう。で、新島城もあのアメリカへ行った時にね、はい、青森の北側のところから船に乗って、うん、中国経由で、うん、アメリカ行ったんですよ。新島城、同志社大学の創始者、大同志社大学の京田辺コーチがあるんですけどね。ああ、そうなんだ。だから同志社に入った人はその頃からその本を渡されて作文を書けということでね。大学の創始者のね。合ってるよね。合ってない。八重さん。同志社大学で。NHK でもそうドラマしたでしょ。そう八重の桜。そう同志社大学だったなと思って。深いつながりがここにあるわ。なぜかというと、ここの山城に新島城が最初に女学校を作った場所なんですよ。この京田辺の山城に、地元の人と一緒に、その京都市内の今出川の同志社を作るまでのに、ここで最初に芽生えたところが、この京田辺の山城のここ高木というとこだったんですよ。それで地元の人と一緒に新島城が女学校を作ったんです、最初。その場所だった。そこをちなんで、その後世の人がここに巨大な同志社の田辺高地を作られたんですよ。私はそれ知らなかったんだけどね。だから明治の頃のあの時代をね、最近調べ出していくとね、やっぱりいろんな人たちがね参画してる。でもその頃から日本が、まあ、おかしくなったというのかどうかわからないけど、もうとんでもない歴史をね、我々は教えられてきたと。で、ね、で私こう、福島県の郡山市というところにいるんですね。はい、で、福島はやっぱり白虎隊というか戊辰戦争があったから、不思議なことに、郡山市に海青山大神宮というのがあって、はい、伊勢 の, あのお伊勢様と全く同じ御霊を祀ってるんですよ。で、全国にうちしかないんですけど、でもなんか戦後、すぐに連れてくるのってなんか意味あると思いますね。戦争で反政府なわけじゃないですか、うん、明治から、はい、でそれをもうその新政府がアマテラスをこう上にこう神様を持ってきたわけじゃないですか、はい、それと同じ御霊を郡山に持ってくるっていうのが、個人的になんかそういう抑えるわけじゃないんですけど、そういう意味。私東北に行った時にね、荒はばきのね神社がたくさんあるんですよ。で、荒はばき意味わからなかったんだけど、はばきというのはこれ履物なんですね。うん、旅をする人たちの無事を祈る、そういう神社じゃなかったかな、荒はばき。で、東北の人たちが、あの伏見稲荷なんかにも来るんですね。伏見稲荷に東北の人たちの祠の山があるんですよ。深いつながりがあるんです。それとか、あれ誰やったかな、坂の上霊さん。坂の上田村麻呂というのが平安時代おったでしょ。で、東北の方に氾濫するそういう恵比氏がいたわけ、うん、いました。それを氾濫するために坂の田村麻呂が行って、で恵比氏の代表を連れてきて、で許しを得たんだけど、うん、もうあかんということで桓武天皇はですね、生かしてはならないということで、まあ、殺してしまったんだけど、そういうのはあれ東北全体にそういうのがあるんでしょ、あれね、恵比氏の戦ったというね、反乱の平安京の頃にね、坂の上田村麻呂っていう征伐に征伐を納めに行ったんですよ。それはまあ平安時代ですけどね、桓武天皇のいたね、そんなに古くない。
うん、それとかイエス・キリストのね、うん、とかイスキリの墓があるでしょ、うんうん、あります。それからインドのお釈迦さんの墓もあるの知ってる、うん、菩提さんです。青森のところ、やっぱ青森なんですね。青森、うん、イエス・キリストのね、イスキリとの間の墓もあるでしょ、うんうん、そう、あそこだって三内丸山遺跡、そう、三内丸山遺跡のさらに青森のところの山のね、うん、途中にお釈迦さんも日本で亡くなってるんです。うん、真実だと思うわ、うん、なんで東北にね、そんなんがね、イエスとかね、イスキリのね、あれもあるし、結構でも戊辰戦争もそうなんですけど、戦争があると青森に逃げるらしいんですよ。ああ、そうでか。すごい綺麗な、なんかすごい美人しかいない町があって、うん、その時もやっぱりお城でなんか戦争あった時に、そういう人たちがこう逃がされたっていうか、若い人っていうか、その、うん、お嫁さんとか、はい、そういう女中さんとかを全部逃がして、だからそういうところで固まってるところあるらしいんですよ。ああ、それどこ、どのあたり、青森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 、秋田県か。秋田も美人なのはあるんですけど、うん、ね、多分そこも片、多分そこからルートで通って、うん、そう、だから水戸と仙台はブスって言われるんだよね。本当に三大ブスみたいなのがあって、別に綺麗な人多いんですけど、ただやっぱそっちの方が、やっぱりなんかそっちにそういうのがあるってことはなんかあるんじゃないですか。だからね、それここへ来られてね、東北大学の学生とか講師の先生方がね、うん、来られて、うん、で小泉さん、この荒はばきとかこの、あれ本は何やったかな、あれは津軽外三軍師、うん、してますかよ、いや、まあ、ちょっと話を聞いたけどどういうものかわからないんです、うんうん、私たちも調べてるんですけど、調べてくださいって書きはったこの本を、も本を置いてかはったいや、その本をいただいてもそんなもんか分かるかどうか分かりませんでと、それが気になってやね、行かざるを得なくなったわけやと。荒はばきっちゅ聞いたってどこにも書いてないで、荒はばき神社がたくさんあるからなんなんやと。荒はばき神社、ある神社見つかったんや、荒はばきのいろんな旅路のね、わらなんかを、でそこ行ったらね、荒はばきだ、はばき、要するにはばき言うたら履物ね、それを祀るね、無事に旅に帰ってこれる、うん、そういう神社かなと思ってたんだけど、うん、もっと深い意味があるんでしょ、荒はばきって。あんまりわかんない。未だにわからないんだけど、まあ、その辺で解決したんですけど、ね、うんうん、ちょっと調べてみます。荒はばき、うん、荒はばき面白いのが出てくる。お城のあるところの近くに荒はばき神社が残ってたんですよ。わら草履とかね、そういうものがこう旅に無事帰ってこれるように、あれ無事に帰ってきたからということでお礼参りにね行った神社があるんですよ、うん、あれ何のお城やったかな、あのね、東北のね、うん、荒はばき神社があったんですよ、うん、青森と弘前とか高城ではなかった、高城やったかな、高城の近くに、うん、あ、なるほど、荒はばき神社があった。あ、そうかも、荒はばき仙台、唯一、他にもあるんだけど、ほとんどそんなどういうとこかわからない、うんうんうん、姿が残ってる、現在にもその、うん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 、そういうようなものが、うん、奉納されてる神社があってね、荒はばき、東北はだから荒はばきの神社とか多いですよ、うん、そこら中に、やっぱ海もあるから水神とか、そういう神様、水系も多いし、だから旅を無事に帰ってくるために、うんうん、例えば伏見稲荷なんかにも東北の人たちの祠が伏見稲荷のお山にありますからね、うん、そういうのは旅行ったりする時の、そのお祭りをする伏見稲荷の信仰とよく似たのが荒はばきの教えかなと、うん、安倍ちゃんもなんか東北に関係あるとか言ってね、安倍ちゃんが墓を作ったらしいんですけどね、安倍首相がね、え、そうなんですか、嘘っぽい、石頭山やった、石頭山も行きましたよ、うん、石頭山ってどこ、もう青森のからに北の方ですね、うん、へえ、そうなんだ、ものすごいとこ、うーん、もう誰に聞いても分からなかったんだけど、たまたまそこで畑を栽培してた人がね、その荒はばきのここにあると聞いたんですけど、町のところで聞いても誰も分からなかった、うん、そこで、いや、そこ の登っていて奥行ったところにその神社がありますって言われた、うん、分かったよ、誰も知らなかったよ、その途中のところにはね、別にどうしようことないんだけど、うん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 、お地蔵さんみたいなね、うんうんうん、そういうお祭りしてるところがありましたわ、青森の奥にね、うんうんうん、
それも謎、未だにもう一つ分かんない、履物なんかをね。それから荒揚神社というのもお地蔵さんみたいなのがあってね、五輪塔のような小さなものがあるぐらいで何も分からなかったけどね、もう今やもうそんなん誰も信じる人はいないから。いや大事なんですけどね、それと津軽外三軍師ね、津軽外三軍師の本も置いてかれたね、あれね。津軽外三軍師はもう一つ分かる、津軽にある三つの軍師、軍が津軽外三軍師という書物があるんですよ。それがある家のところ行ったらね、家の屋根裏にかあの古文書が置いてあった、そこに邪馬台国のことが書いてあるんですよ。だから邪馬台国は東北や言うてる人もいる。和田家の家か、和田さんの家やね、もう今はないね、和田さんの家ね、おばあちゃんが一人おられて、津軽外三軍師の書いた和田さんの家の、あの天井からどさっと見つかったよ、古文書が、そこに邪馬台国らしきそういうものが書いてあるから、邪馬台国は東北だと言ってね、神武天皇も東北だと言って、東北大学のあの有名な名誉教授の先生がね言ってはるんだけどね、まあどうかわかんない。東北大のあの先生は邪馬台国はないって言って、あ、ないって言ってるのか、あ、そうかそうかそうか、あ、なんせ、なんせあれなんて先生だったかな、本出さはったね、田中秀光か、東大卒で東北大学の名誉教授、有名な人、もう、あれはないな、 YouTube でいっぱい今出てはります。あ、本当ですか、有名な先生。なんか卑弥呼は少々なんかその位の名前だから、なんかシャーマンの名前みたいな、卑弥呼はいなかったって言ってたよね。そうです。で、神武統制も九州から来たんと違う。あ、そうですか。だからあの先生は東京の、あの千葉県のところにある、鹿島香取神宮か、鹿島香取神宮説なんです、東北大学のその田中先生は、そこから統制した。あ、そうなんですか。そこから神武が統制した、今の奈良に言うてはるわけや、九州からじゃないのよ、とんでもない説なんです、鹿島香取神宮。ところがね、これまああまり言うてないんだけど、神宮よりも神社の方が古い、鹿島香取神社が奈良にあるんですよ、見つかった。なるほど。そこが古い、そこから向こうは千葉の行った、神宮は新しい、ね、神社の方が古い、だって伊勢だと元伊勢もあるし、もっと古い、そうそう、あ、元伊勢も行かれた、京都北部も行ってないんですけど、元伊勢もそうなんです。そうそうそう、神社が古いんです、皆さん間違ってる、でもなん、あれは移したからじゃないですか、まあ移したというか、まあ上の神様を変えたっていうか、まあ新たにそういうので金儲けしようとしたんでしょ、だから神社を神宮にした方がね儲かるわけや。でそれで言うと、私は神社系とかを調べてるんで、あの祝詞も結構消されてるんですよ、あの神様も消されてるし、GHQ も、あ、いや違う、祝詞、大払い祝詞っていうのは結構やる祝詞なんですけど、なんだっけ、あの、それも勉強された、祝詞、祝詞の、まあ、言えないですけど、それで、祝詞あるんですよ、古い、あります、あります、それに仙台九時本義の祝詞ね、古事記とかから消されてるんだけど祝詞に入ってる。そうそうそう。だからつくよみも、あの一瞬しかないじゃないですか、アマテラスの、そうそう、近いのに、だけどその古いのやらなあかんね、仙台九時本義に載ってる祝詞やらんとダメなんですよ。でも仙台九時本義はね、大学の先生方は勉強してはならない、あれは疑問書だから言われてるから誰も勉強してない、気になるの、仙台なんていうの、それは出てますわ、そうなんね、最近ね。それが聖徳太子のやつですか。いや、聖徳太子は仙台九時本義を編纂したんですよ。仙台九時本義、先の代ね、旧字って仙台九時本義だから、仙台九時本義を勉強してる先生方はいらっしゃらない、それは疑問じゃだということで全部伏せられてるんですよ。いや、それを勉強してはならないと学会ではまあ言われてましてね、まあ、そういうことがまあ分かってきたという